今現在3位を走っている小田、その小田の横に並んでいるのがサイラス・ジュです、そしてさらにその後ろに見えてきたのが市民ランナーの星、川内です。川内がロゴスを抜いて今単独の5位に上がってきました。さあ坂口さん、はい、ちょっと日本人トップの争いも分からなくなってきましたね。そうですね、川内選手がね35キロからギアチェンジしましたね。はい、これ今日本人トップを行くですね、小田のペース的にはそれから表情、フォーム、この後どうなんでしょう。まあさすがに初マラソンということもあってきつくはなってますけれども、はい、36キロが1時間48分50秒ですから、これも7分台でも期待できるタイムなんですよね。そうですか、はい、あの初マラソン日本人最高記録が藤原正和、2003年に出しました2時間8分12秒ですが、その記録を上回る初マラソン日本最高記録の可能性もあって、その後ろからなんと市民ランナー、企業には所属していません、今回は埼玉陸上競技協会所属市民ランナー、働きながら走る時間を見つけてトレーニングを積んでやってきたこの市民ランナー川内が日本人トップの小田との差をまた1秒から2秒縮めてきています。そしてこの佃大橋コースの中では一番苦しいところに差し掛かって、この後ですね坂口さん、どういう展開予想されますか。そうですね、まあ、こっちは苦しいと思うんですけど、今がまあ一番苦しいところですから、はい、こういうと下りになりますし、やはりここで踏ん張れば非常にいいタイムが期待できる、もうタイムは、ね、出ますからね。そうですね、はい、もうちょっとは追いかけるという日本人のトップ争いです。まあ、勝負のポイントいくつかあると思うんですけれども、後半のこのアップダウンを使ってどういう動きを見せるかというところに差し掛かっているわけですね。小田君は3人の選手はね、またさらにですから大きく更新してきそうだという、はい、もう見た目はですね、川内君の方がデビューですね、顔はね、こういう顔してますけど、はい、走りはいいですね。彼は本来の仕事で働いてるわけですよね、はい、現状でしたね、はい、でその後に走って本当に市民ランナーの代表みたいな感じですけど、いいですね、こういう人が頑張ると。こうなっちゃうと強化選手が困りますね、指定選手がね、まあ、確かにそれあるかも分かりませんけど、だいぶ詰めてきました。いや、その差が縮まってきました。そのあたりは第2放送車でご覧になっている坂口さん、いかがですか。そうですね、川内選手非常に元気ですね、もう自分の意思で体が動かせてますね。自分の意思で動かすことができている。残り5キロで10秒だったその差が今現時点で7秒まで縮まってきています。あれ分かりませんね、はい、マラソンはね、行きたいと思ってもですね、もう足が言うことを聞かない時があるんですね、もう距離が短いとですね、自分の意思でこう行けるんですけども、はい、多分今小田選手は自分の意思で足をちょっと動かせない状況になっているかもしれませんね。はい、初めてのマラソンで迎えている小田もこの東京で実績を残している川内、その差がみるみる縮まってきました。これが初マラソンなんですね。はい、小田さんも近づいてきているのは気づいているんでしょうか。どうですかね、ちょっと知らないかもしれませんね。今その差が5秒差。世界選手権の代表は9分30秒を切って日本人トップっていうのが無条件の代表枠ですよね、はいはい、勝つか負けるかっていうのはやり違いになるんですよね、大きく変わってきますね。その時点で即内定がもらえるのか、あるいは最終的な選考に、まあ、名前を残すことで可能性を抱いていくのか、まあ、分かる道でもあります。さあちょうど豊洲の前で川内、前が見えているだけに懸命の表情、顔つきになっている。捕まえる。そして初マラソンの小田、ここで追いついてですね、小田君をもしつければまだ目がありますね、はい、追いつかれてもまだそこで頑張れるかどうか。そうですね、篠原さん、はい、先ほどですね、おそらくトヨタ自動車のコーチから声をかけられて、それに小さくうなずくようなシーンもありました。小田義典ですから、おそらく後ろから川内が来ているということは今分かったと思います。状況はもう伝わってますね。その中で追いつけられてどう粘るかという展開になっていきそうです。これ早くですね、はい、追いつかないとダメなんですね、はい、はい、そしてですか、はい、やはり両方きついですからね、はい、これ追いついたら元気になるとまた
はい、これ追いつかないでずっと同じ距離保っていくとですね、あの追いつくのも嫌になっちゃうんですね、縮まらないとね、はい、さあではしばらく第2放送車から伝えてもらいましょう。竹下さんお願いします。その差がもう2秒を切りました。いや坂口さん、はい、勢いが違いますね。そうですね、もう追いつきますね、はい、これは体力的にもですね、はい、2時間9分30切るのはもう間違いないわけですから、はい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 、この市民ランナー代表川内が代表の切符という、いかがでしょうマラソン部長。いや立派なもんですね、はい、と実業団としてはちょっとねもっと頑張らないといけないなと思いますね。いやそうですね、毎日定時制高校で働いていて勤務時間12時45分から夜の9時15分まで、ただその代わり毎朝走る時間があるのでこういったトレーニングを積んでくることができました川内優輝。あ、表情は歪んでいます。2秒になったその差が、さあ今1秒になりました。その差が1秒になりました。その後ろから来る息遣いを小田が感じています。小田がサイナス順位の後ろに回るような形になって、さあ今市民ランナーの星川内が小田の背中を捉えます。小さなアップダウンに差し掛かります。38キロ地点、小田がちょっと突き放しにかかるか、下を向いて歯を食いしばって小田のかかと当たりを見つけながら川内も行く。ものすごいネットイートになりました。ここが今年の東京マラソン世界選手権代表、その切符をかけて今1キロスパート、下りに入って川内優輝が1キロスパート、今日本人トップに躍り出ます。市民ランナー川内優輝先頭で今39キロを通過。素晴らしい体力を最後に残していました。さああと3キロ勢いはどうでしょう。川内選手のアップダウンの使い方がうまいんですよね。そうなんですか、はい、あの苦しいところでやっぱ左で、はい、あの勢いをつけて、走ってますからね。あのアップダウンを非常にうまく使って追いついてきて、まあ、もういっぱいいったかなと思ったんですけどね、さらに行きました、はい、あとアップダウンが2つですね、40キロ付近、はい、それから最後に残り1キロ、はい、有明中央橋という大きなアップダウンがあります、はい、これを今小田がどういうふうに考えて追いかけているか、これがあの抜いたシーンですね、下りに向けて、はい、一気に行きましたからね、はい、あの小田選手ちょっとここでつかないと苦しいですね。ここでつけるかどうかですね、はい、勝負するにはここでついとかないと厳しいですね。ラストのスピード勝負になれば、例えば1万メートルのベストタイムは小田が27分53秒、去年この自己ベストを更新しましたので、ラストのスピード勝負に持っていけば自信はあるというのが、小田芳則、それからトヨタの佐藤監督の思惑です。はい、そうですね、スピードありますから余裕を持ってラストに行ったらもう確実に強いですね。1万メートルのタイムで比較をしますと、川内のベストは29分台、1分以上のスピードの差があります。さあサイラス順位がその前に立ちまして、これで単独の3位に順位、そして4位に川内、この川内が日本人のトップです。市民ランナーです。小田がペースを上げてきました。一旦7秒まで離されたんですが、まず3秒に詰めてきました。あ、その差3秒まで来た。バイクリポート福永アナウンサーからの情報です。一応一応見えてきそうです。先頭行くエチオピアのレコレンです。一旦は縮まりかけたその差がまた広がっています。さあこの小さなアップダウンで坂口さん、はい、川内の走りですね、はい、もう懸命に動かしてね、この差がつくところで力を入れてスピードアップして離していくんですよね、はい、さあまたその差がどうでしょう。福永さんちょっと離れたように見えますが、今5秒差まで広がりましたね。やはり上りのところで川内がペースを上げて、それにちょっと小田がついていけない、ですから下りを利用してあとはどうなのかということになります。マラソンの経験値というところでしょうか。今40キロの通過ですが、夏マラソンのベストタイムという機会もかかるようですが、1分、ね、はい、1分42秒ですね、2時間1分42秒この中で、はい、7分でいけば9分台ですか、あ、8分台ですね、8分台も期待できますね。あ、しかし小田がその差が広げられた、一気にね、またここで川内がペースを上げました。最後の給水を手に取って拭った汗、さああと2キロ、
この東京マラソン、WA8ランナーの中で市民ランナーの星川内があと2キロで日本人トップという栄光をつかみ取ります。高校2年生の時に大きな怪我をして全く走れなくなったそうです。強い大学に行って箱根を走るという夢を持っていましたが、その夢を諦めざるを得ませんでした。春日部東高校から学習院大学に進学、ただ学年選抜で2007年2009年いずれも6区山下りを担当し、夢の箱根駅伝を走っています。怪我をしたことで痛みなく走れることの喜びを知ったそうです。走れるだけで楽しいと感じるようになりました。僕は市民ランナーの代表です。もしも今高校生がそれほど力がなく強い大学に行けなかったら僕を見てほしい。もしも今大学生が力なく強い実業団に行けないならば僕を見てほしい。強いチームに行かなくても仕事をしながらトレーニングを積むことでこういった大きなマラソンで活躍することができる市民ランナーの、いや走るランナー全員の新しい道を僕が築いていきたい、そんな思いが川内の中にはあるそうです。日本陸連のマラソン部長として坂口さん、こういうランナーの誕生というのは底上げという点でですね、非常に嬉しい気もします。はい、嬉しいですね。やはりあの彼のそういう強い純粋な思いをですね、やはりあのエリートランナーというのを学んでほしいですね。初マラソンの小田を終盤のアップダウンで突き放しました。しかしこの川内の前にはもう一つ最後に大きな大きなアップダウン、有明中央橋が待っています。あるいは沿道からは自分と同じ市民ランナー、その声が送られているはずです。ナミール実業団所属のエリートランナーをさあ振り切っていきます。残りが 1.4 キロ、そして今目の前に広がる有明中央橋、最後の上りに入ります。小学校1年生の時に走り始めて17年、怪我の1年を除いて毎年ベストタイムを更新してきた、これが川内優輝の自慢でもあります。さあ最後の上り、そして間もなく41キロ、そして後ろから上り坂を使って小田の巻き返しはどうか。今ペースアップは10秒ですね。ただなんとか上りで懸命に小田がペースを上げよう上げよう、まずは10秒かわそう、そしてなんとか最後粘ろう、そんな走りに変わっています。小田の前にはサイダス順位がいて、まずその順位をターゲットにして前を追いかけようとしていますが、さあ果たして届くかどうか。有明中央橋を上り切りました川内優輝、自分は亀のような歩みです。少しずつ伸びてきたという川内、中学校では県大会レベルの選手でした。高校に入って関東大会に出場しました。そして大学で全国レベル、そして間もなくこの市民ランナー川内が世界という舞台に踊り出ていくのか。残り1キロを切ってその差をまた広げていきます。34秒のフィニッシュでした。さあ男子が迎えます。間もなく川内のフィニッシュを迎えます。去年4位で手にした賞金が100万円、この100万円が年間70万かかる遠征費、本当に助かったそうです。今年はもちろんそれ以上、あっと驚く市民ランナーの星、2011年最高の輝きを間もなく放ちます。さあそして川内もフィニッシュに入ってきましたけれども、先にケニアのポール・ビオット2位のフィニッシュテープを迎えます。ケニアのビオットは今2位でのフィニッシュテープ、2時間8分前半というところ。さあそして川内だ、顔が輝いている。川内優輝非常に顔が輝いている。見事なタイム、2時間8分台、2時間8分台国内レース日本人ワーク、今点目の2分が2分でフィニッシュテープ。有給休暇を取ってでもこれは日の丸をつけて世界に行ってもらいましょう。見事な走りを見せました。川内優輝日本人トップ3位フィニッシュ、しかしフィニッシュ